伏見区の皆さんこんにちは参議院議員の福山哲郎です今伏見区では大切な京都市議会議員選挙が行われています立憲民主党は平田圭さんという若い志のある候補者を伏見区の皆さんにお願いをしています平田圭さんは実は私の事務所で15年働いてくれました頑張り屋さんであちこちで汗をかいてくれるそんな男です伏見で生まれ育ちました 長年不趣味で頑張ってこられた安井勤市会議員のお力もいただきながら今頑張っていますどうか平田圭平田圭何卒皆さんのお力をいただきたいと思います泉健太代表も応援してくれていますよろしくお願いします平田圭さんを紹介します皆さんこんにちは平田圭です京都市は財政難の問題少子高齢化 人口流出の問題などさまざまな大きな課題を抱えています子育て世代現役世代の代表として子どもたちの将来のためにしっかりと責任を持って持続可能な京都市を作っていきます伏見区市会候補平田圭どうぞよろしくお願いします昨年の参議院選挙福山哲郎に大変大きなお力をいただきました おかげで勝たせていただきました伏見区では一番の票をいただきましたそのお力今度は平田圭市会議員候補によろしくお願いいたします重ねて伏見区では京都府議会議員選挙が行われています私たちは府議会議員候補として増田大輔さんをお願いをしています市議会議員候補平田圭府議会議員候補増田大輔どうか2人とも皆さんにはお力をいただきたいと思いますよろしくお願いします